それで、肩止めな。ああ、そうか、ああ、じゃあ、膝がいいんですね。うん、膝が嫌なんですか。膝が嫌なんですか。膝が嫌なんですか。上ならいいんですか。やればいいんじゃない。ダメ。今、なんか、エギしてくるんですけど、間に合いますか。それはもう遅いっすよ、なんか。そうだから、ああ、止めるんだ、とか言う。いや、いいんじゃない。これで、あなたが一回、なんか、SNS に書いたでしょ、だから。あのプレッシャーかけたとこでかけちゃダメなんだ。さあエビしていいぞ。塩がなかろうか。さあエビ押してエビしていいぞ。塩がなかろうか。これがあエビしていいぞ。めっちゃできろ。かけてるからダメ。いやまあ初めはそんなそうなるから、うん。でもこの辺でわかるじゃん。はい。もう起きようね。いいじゃん。こうすればあの相手困るでしょ。だからそこはもう。ああ防がれるって分かってるのに、なんかちょっとここまで来ちゃったからみたいな感じでレビに行くんですよ。なんかやっぱそこが完成、この次はここの駒だと思ってるわけよね。でもここからここに行く間にここも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 あるわけで、そこで、なんか今までやろうとしてたことを変えるようにしたいね。